ね、最後まで見ていただければ、またお金の考え方がガラリと変わると思うので、最後まで見ていただきたいなというふうに思います。人と人とのつながりを重視してくれる学校、行きたいっていう気持ちにさせてくれるような、和やかな雰囲気が漂ってました、ね。はい、どうも、エキサイトエキサイトチームオーナーの K です。今日はですね、e スポーツに携わるこれからの経営のお金の流れだったりとか、未来っていうものをね、説明していこうというふうに思います。まず、動画でも、前回の動画でも伝えたと思うんですけども、まあ、お金っていうものって切っても切り離せないんですよね。で、今この e スポーツに携わる子たちに一番分かってほしいのが、お金というものから、逃げないで考えていただきたいなというふうに思うんですね。で、そんな中、ね、大人のこのチームオーナー、僕も含めた、社長さんやトップの方たちっていうのも、どういう付加価値をつけて、このチームをどんどん運営していくかって一生懸命考えてるんですね。一生懸命考えてる中で、選手の層がね、何にも勉強しないで思考停止人間で、で、そのチームオーナーの悪口を言ったりとか、まあそういう部分ってすごく悲しいなっていう思うんですよね。まあこれ社会では普通に起きていることで、なぜかというと、まあトップの人間とかがその経営の根幹っていうものとか、まあそもそも日本のトップが経営を教えようとしてないんですよね。だから僕はよくね、国家と国民っていう話してるんですけども、国家ってそれこそ、日本が全体的にちゃんと幸福の最大化をね、考えた上で、どんな、まあ、少数がね、どんなに反対したとしても、もちろんどういうふうにね、こう、日本が、幸せになるんだろう、幸福を追求できるんだろうって真剣に考えてるわけです。で、もちろんのこと、今ね、いろいろ国家に対して言いたいこととかね、政治の意見とかたくさんあると思うんですけど、もう、僕たちは結局国民であって、その国民一人一人に選挙に行くっていうことができる。で、その政治に、携わることができるんだっていうことなんですよ。で、それを放棄した人たちは文句が言えないんですよね。で、と同じように、これから選手として入ったりとか、従業員で入った子たちは、e スポーツっていうこの業界のことをしっかりと知った上で、しっかり経営の知識、リテラシーだったりとか、お金の知識、リテラシーっていうものをしっかりと増やして、まあ、騙されたりとか、騙したりとかね、やられたりとかね、そのお金がなくなっちゃうことが起きちゃったりとか、そんなこと絶対ないようにね、個人で勉強してもらいたいなっていうふうに思います。で、僕は e スポーツを通してね、社会で活躍できる優秀な人材を輩出するというのをミッションにやってるんで、エキサイトエキサイトのこのね、チーム経営を通して、e スポーツに携わる方たちに、たくさんの、この情報やノウハウっていうものをね、伝えていこうというふうに思います。この動画ね、最後まで見ていただければ、またお金の考え方がガラリと変わると思うんで、最後まで見ていただきたいなというふうに思います。はい。で、これから、e スポーツに限らず、これからの経営というものですね。お金をもらって、お金を投資して、お金を増やす、お金をまたもらうっていう、この、経済の流れをしっかりと作らないと、業界、会社、事業っていうものは止まってしまうんですね。だからこそ、今どういう状況になっているのかっていうことを説明するんですけども、僕が大事にしていることっていうのは、ボラティリティです。ね、こんな言葉ね、他の YouTube とかでも見ません。むしろかなり高度な話になるんですが、e スポーツの僕のこのチャンネルを見ている方たちには、もう最新の情報だと思って聞いていただきたいんですよね。ボラティリティっていうのは、価格変動や売上変動のことだっていうふうに思ってください。よくね、投資の用語とかで使われたりするんですけど、この e スポーツに携わっている方たちっていうのは、この社会の流れっていうものを知らない方たちが多いんで、僕のね、チャンネルを通してぜひ学んでいただきたいんですけど、ボラティリティっていうのは売上変動、価格変動のことなんですね。じゃあ分かりやすく言うと、A 社、こういうふうに右肩上がりに売上が上がっていくこと。これ、価格変動、売上変動が、ボラティリティが安定しているっていう形なんです。いいですよね。売上が右肩上がりにずっと上がっている。そう。これすごく大事です。これどんな事業にも必要なわけですよね。じゃあ逆に B 社、この売上が上がったり下がったりしてしまう。これは B 社っていうのは売上っていうものが、ボラティリティっていうものが安定してない、激しいというふうに言いますよね。で、ここで気づいていただきたいのが、どちらの方が安定しているかっていうことを考えてほしいんです。はい。
で、この右肩上がりに上がっているものっていう部分は、まあ、分かりやすく言うと、まあ、学習塾とか、まあね、それこそ Amazon プライムとか、Netflix とかありますよね。月額の定額制のインカム式サブスクリプションの、ビジネスっていうものが右肩上がりになっています。登録者数を増やすことによって毎月のお金をいただくっていうのがボラティリティが安定するビジネスなんですね。で、このボラティリティが安定しないビジネスっていう部分ではもうスポンサー料金をいかに毎月、契約するかっていう、まあ、あの売り方になってしまうので、今月はすごく売上が上がったとしても来月は売上が下がってしまう可能性があるんですね。で、これをインカムゲインとキャピタルゲインとかって言ったりするんですけども、この売上が下がった時にすごい困ってしまう。だからどうなると思います？売上が下がった時に売上上げようとしますよね。上げようとするから、無理くり目の前のお客様やクライアント、スポンサーさんたちに無理くりにお金をもらうためにセールスをかけたりとかビジネスをする傾向になってしまうと。だからこの B の売上の手法を取っているチームっていうのはかなりボラティリティが不安定なので、チームの色とかその会社の色っていう部分も安定してないように見れて、すごく難しい経営になってしまうんですね。だから毎月のこと必ず売上が上がってくるようなこのサブスク系のボラティリティが安定している事業にほとんどの事業が移しているわけですね。もう A 事業のようなビジネスってたくさんありますよね。それこそサブスクリプションと言われるものが全てこれです。で、うちの会社、ね、エキサイトエキサイトではない会社っていうのは、全て僕自身は月謝制の、毎月のインカム式のね、経営をしているので、来月、倒産するっていうことはないんですね。毎月売上が上がっている状態になります。だからこそどうなると思います？売上が上がって時間が経つじゃないですか。僕自身はここまでしかお金を使わないっていうラインがある。だからここの浮いた分っていうのは全部投資してるわけです。投資してるからお金が返ってくる。だからお金が返ってきたからまた再投資するってことができてるんですね。はい。だからこそ、これから e スポーツの経営に携わる方や、これから e スポーツに関わる方たちも、あ、お金っていうものを稼がないと事業とか業界っていうのは成り立たないんだなっていうことの根幹を知った上で、チームオーナーの方とお話ししたりとか、自分がどんな価値提供ができるかっていうのを考えてほしいんですね。この動画をね、多分 e スポーツ全体で見ることによって、多分業界的にはすごくオーナーさんも嬉しいと思うんですよね。選手一人一人が売り上げを上げるために、売り上げを安定させるためにどうしたらいいのかって考えるような組織が生まれるわけなんで、不安定な売り上げの状態のチームとかがすごく多いんですけども、まあ、毎月の売り上げがね、入っている状態で、ここを投資することができているので、ここのね、部分が多くなったら、僕自身ももっともっと、ゲームの上手い子たちに、投資をして、さらなるね、大会で優勝したりっていう部分を、もちろん戦略は立てています。ただ、しっかりとお金のもらい方っていうものをしっかり考えなきゃいけない。で、ここの最初の部分ね、お金がない時期ってありますよね。まあ、そこの部分っていうのは、やはり、こういうショットのね、毎月の売り上げを立てなきゃいけないっていうことには変わりはないんだけども、やはりこういうふうにお金のもらい方、ボラティリティが安定しているかどうかっていうのは非常に重要なわけです。今、この動画を見ててね、めちゃくちゃ難しいこと言ってるなって思ってる方いると思うんですけど、僕のね、話をね、マジで信じてください。僕は e スポーツを通して社会で活躍できる優秀な人材をね、輩出することがミッションなので、このことをなんで言うのかってことを考えてほしいんですよ。このことをなんで言うのかってことを考えてほしい。で、YouTube っていうのはもちろんのこと安定すると思いきや不安定ですよね。今月再生されなかったら売り上げって低くなるじゃないですか。だからこそほとんど毎月のいくらっていう風になってるじゃないですかね。はい。まあ、本田圭介さんも、それこそ中高生に向けたね、サブスクの、学校、オンラインスクールっていうものを展開したっていうのは動画で見たと思います。ほとんどの方がね。まあ、そういう風にどんどん今、ビジネスというものは社会人や大学生に向けたサブスクの部分を取り切ってしまったんですね。もう80歳のおじいちゃんおばあちゃんとかがサブスクでね、登録するっていうのはあんまりないじゃないですか。この日本の1億3000万人のマーケットの中で、やはり若い、この30代、40代までのね、ここの部分でどれだけそのサブスクの部分でパイを市場を取れるかっていうことを考えたときに、やっぱり、どんどん飽和状態になってるわけです。だから本田圭佑さんも
まあね、裏にね、すごい、僕の知ってる経営者とかも裏にいると思うんですけども、まあそういう方たちと協力して、そのビジネスを展開していくと。で、もちろんのこと、お金も低いのでね、売上とか利益でやろうとしてないっていうのはあるんですけど、もう、本田圭佑さんであっても、安い金額であっても、しっかりとお金をいただいて、お金を回していかないとビジネスにならない。その増えたお金をまた再投資して増やさないといけないんですよ。だから、無料でやるというのは必ず裏があります。別に悪いことじゃない。裏があるんです。だからこそ、しっかりと、このお金っていうものを、理解して、どういう風に生まれているのか。ね。自分自身がこれからね、アプリゲームを作ってね、毎月課金していただくようなっていうのはもちろん難しいと思うんですよ。ただ e スポーツっていうとゲームをただやってるだけではなくて、その中で毎月お金をいただくっていうのは何なのかっていうこと、毎月お金をね、いただけるっていう価値は何なのかっていうことをね、一人一人ぜひ考えていただきたいなというふうに。ボラティリティはメンタルなので、僕はボラティリティがずっと安定してるんで、メンタルはとてもいいです。どうしよう、今月どうしようっていうふうに悩んだことがないんですね。だからこの B の売上を、の取り方を考えているようなチームや会社っていうのはことごとく潰れていきます。はい。ここの部分で、このね、選手の方も、まあいろんな方のね、にこの動画見ていただいていると思うんですけど、ぜひね、ボラティリティを安定させることが大事なんだなーっていうことを頭の中に入れて、e スポーツのね、これから関わっていく中で、どういうね、勉強したらいいのかとか、どういう掛け算、情報編集力を持った方がいいのかっていうところをね、ぜひ覚えておいていただければなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はね、この売上の上げ方っていうボラティリティのことについて、説明してきました。はい、この動画がね、少しでも面白いと思った方は、チャンネル登録をしていただきたいのと、高評価ボタンを押してください。で、どんどんね、こんな話も聞きたいよとか、これってどういう意味ですかっていうね、答えられる範囲であったらね、答えていきたいというふうに思います。もちろん、プライベートなこのチームのことを教えてとかっていうのはね、僕はね、それは多分言えないと思うんですけども、多分、もっと詳しく、こういうことが裏では起きているとか、こういう、世間というのは、社会というものはこうなんだっていう。で、こういうことを言うと、ビジネスをしたい側からすると、邪魔するんじゃねえっていうふうに言われる側なんですよね。はい。ここがだから面白くて、僕自身はゲームチェンジングをしようとしているわけです。業界で当たり前のことだと思いきや、そうではないという新しい打ち出しをしている。もちろん叩かれるし、もちろん反感を食らうんだけど、これが当たり前になるのがここ数年で来るという先見を持ってるので、いろんな社長さんや多くのね、経営者さんとのつながりを見て、僕もミーティングさせていただいてるんですが、まあそのね、代表として僕はいろいろ話してますけども、やはり e スポーツ業界っていうのはこういう風になるっていうのを僕自身はすごく読んでいます。このね、ノウハウとか別に、お金を払ってもらって、とかってじゃなくてね、やはりもうミッションが本当に社会で活躍できるかっていうことを真剣に考えているので、この動画を通して考え始めてください。で、みんなはね、ほとんどが情報処理力だけで、答えは何じゃとかって言うじゃないですか。違うのよ。これを聞いた上で何を考えるかっていうことが君たちには求められてるんだよね。これを聞いた上で何を考え始めたのか。で、何が言いたいんですか。で、答えは何ですか。これが結局パズル式の、ジグソーパズル式の教育で育ってきてしまった自分なんだということを知ってほしいですね。答えが決まってないとパズル動かすことができないんじゃなくて、答えが決まってないこのレゴブロックを組み立てて自分なりの正解を作ってみるっていう。これが社会で生き抜く力でね、めちゃくちゃ重要になります。ね、こういう動画もたくさんまた出していくので、次の動画でお会いしましょう。チモーナ K でした。